4日間か。あと残り4日間頑張りましょう。27日まで。27日楽しみね。名前つけたるか。ピアスかわいい、ほんと。ちょっと全然つけてないけどね、今日は。減らしちゃったんだよね。リハーサルとかでさ、耳当たってバンってなって痛くなるからね。リハーサルの時とかはあんまつけないようにしてるよ。寝る前の癒しになってありがとう。カラオケから失礼したけど何も聞こえませんでした。カラオケ、それは、カラオケか。カラオケ中だったらしょうがない。リーちゃん、今日もお疲れ、お疲れ。バンモノライブ行ってきたの？お、今日だったの、バンモノライブ。リーちゃん、ピアス産まないよ。あ、開けて、ちょっと経った時は産んでたけど。今週ライブ行くありがとう。待ってる。寝てるよ？大丈夫だよ。今日すごい寒かったね。リーちゃん一回しか見たことないんだけど、なんでこの二回ぐらいもっかを、カラコンしてないよ、あかんだよ。風邪ひいてない、ありがとうね。失礼しました、どうした？振られたん？振ったん？今日はお布団じゃないんだね。今日はね、暑い、あの、寒くて暖房つけてたら、暑くなってて、布団の中にいたら暑いから今日はやめた。ご飯食べたよ。ラーメン食べた。やっほー、明日も仕事だけ。寝るのお休みより。今週のライブで休み。吐きそう、どうしたの？今日雨降ってた？嘘。耳？悲しみ？どうしたの？なんで悲しいの？今日もバイト頑張ってよかった。お疲れ。いつも無線接触してすみません。その、いいんだよ、そんな。リエタン、ありがとう。好きだよって。一目見れたからもう寝れば早。おやすみでも見てくれてありがとう。ちょっと声枯れてる、あんまり無理しないんだね。ありがとうね。誕生日なんで祝ってくれてもいいよ。おめでとうございます。いくつになったんでしょうか。年齢教えてください。今日テストだの？オールか。下まつげ長い、伸ばしてね。これマスカラで頑張ってリエの声聞いてたらどんどん癒されてくる。ありがとう。リエの声眠くならん？みんな大丈夫？はい、ということで10月27日まで、あ、10月27日の新宿ワンマンライブまであと残り4日ということで、まあ、ライブハウスに行くのが怖い子とか結構 DM でよく来るので、その子たちが少しでも不安、不安な要素を少しでも消せるように、あの、インスタライブを頑張りましょうということで、本人たちが言うのとは全然違うからね。気になることがあったら全然質問してください。残り4日間、あんまりインスタライブとか全然しないんですけど、残り4日間は頑張ります。言っちゃったからね、これから毎日頑張るって。今日もありがとう。いや、今日も見てくれてありがとうね。見て、あざできた、ここ痛い。リハーサルでもあざできたらさ、本番どんだけあざできてんのって感じだよね。気づいたらあざできてんだよね。ほんと可愛いから、子犬めでる時の声が出る。お腹空いたけどリーみたいな忘れた。でもちゃんと食べなきゃダメだよ、ご飯は。ダメだからね、食べないと。リーちゃんなんでそんないい子なの？いい子じゃないよ、全然。全然いい子じゃないよ、リエ。ありがとう。リエだけ愛してる。嬉しい、それは。あれ、私のコメント見えてるよ。あのね、ちょっと今から言っとくね。インスタ配信とか、
本当に反映されてるコメントとされてないコメントが結構多々あるんですよ。なんかめげずにコメント打ってくれると嬉しい。本当に大好きです。ありがとう、はやてくん。とにかくワンマンに、なのでできるだけ連れてくる。ありがとう。嬉しい、それは。リエの声で寝落ちするね。おやすみなさい。今日も一日お疲れ様です。ということで、今日もあなたは寝かせません配信。頑張るぞい。全然意味わかんない。ごめんなさい。じゃ、眠いって言ったら、あれだからね、声のトーン、ワントーン上げるからね。声が心配だってありがとうね、小雪。リエに初めて会ってから1年、わ、記念日。ライブハウス一回もみくちゃになって怖かったんだけど、どんな感じかな。あー、そっか。でもレディーベビーのライブは、後ろの横ら辺は、暴れてない人たちが結構多いから、あと女性限定エリアとかも分かれているし、基本的に、前と真ん中の後ろとかの人とか結構暴れてる人が多いんだけど、端っこの方で、いる人とかは、結構、もみくちゃにはなってないと思うよ。みんなどう？来てる子たち。もみくちゃになってない子たちいるかな？ずっとスクショはいい。いいよ。申し訳ない。iPhone に残すの。モッシュとかってありますか？モッシュはあるんですけど、モッシュもあるし、リフトもあるんだけど、激しそうに見えて激しいんですけど、嘘はつかないからね。激しそうに見えて激しいんですけど、でも、後ろの横とか、ちょっと中間の横とかで見てる人とかは、そこまで行ってないはず。27日行きます。ありがとう。一番お気に入りの T シャツどれなの？今はね、ツーパックっていうラッパーのグレーの T シャツかな。あれはほんと好きすぎて、洗濯して乾くたんびに毎日着てたから、あれしか服がない人みたいになっちゃうから、今は着ないように気をつけてる。なんかこうぴょってしてない？なんか一本。あれ？消えた。足捻挫するから怖い。そういうこと言わないでよ。3、4人は連れてくありがとう。ライブ見とれて地蔵になっちゃうけど、ちゃんと乗った方がいいかな。全然リエはそういうのいいけどな。地蔵でも、地蔵だったとしてもさ、ちゃんと見てくれてるんだったら、さすがにスマホいじってたらちょっとスマホ投げるけど、嘘だよ。リエちゃん頑張ってるから頑張ろうってなりますって。グッズってライブ以外で買える？今ね、ライブ以外でも買えたらいいなと思ってるんだけど、今はライブハウスでしか買えないです。ちょっとオンラインでできるように言うからね。ねえねえ、店の外でね、怖い男の人がいて帰るの怖い。ちょっとこのリエの配信 大音量にしな。リエがずっとそこどけ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 って言ってやるよ。違うか。 T シャツ洗ってるよ。失礼失礼だな。これロンティーの話？洗ってるから。何回聞いてもリエの喋り方好き。ありがとう。アイコン目立たないから消えてきたで。変えてきたで。リエのアイコンだ、成人式の。インスタライブ大変なら毎日やらなくても平気。大変じゃないよ、全然。何言ってんの？むしろ癒されてるよ、一日の終わりに。リエのインスタライブ見ながらお風呂入る習慣ついたもん。待って、それさ、お風呂入ってたらさ、リエの声がさ、お風呂中に響かない？そう、今日もみんな偉い日だよ。アメリカ人もその他も連れてくありがとう。リエちゃん、今日は10年待ちでよ。偉いね。リエちゃん、コメント反映されてる？反映されてるよ。反映されてなかったのかな？飛んだ美人がライブ始めててぶっ倒れて、いや。むせたわ、待って。さ、これで3日目だよ、あなた、そのコメント。昨日拾ったから、ちなみに、始めた時に。拾ったのに、そのコメント以外コメントしてきてないでしょ。むせたわ。ちょっとこのやりとり覚えてる人いない？ DM 読んでくれてありがとうって、送ってくれてありがとうね、DM。ちゃんと見たよ。ショウウオウさん。佐藤さん、ファンクラブ会長の人だよね。今日もあなたを吐かせ、寝かせません、寝かせません配信。またコメントめっちゃ、あれだったわ、ごめん。ごめん。ちょっと、できるだけ読めるように頑張る。ちょっと、どんぐらい下に行ってんかな。
めっちゃ下に寝てる。もう寝る、ごめんね。ありがとう、見てくれて。もう寝れない、ありがとう。全く読んでもらえません。嘘、送って。またこんな、あの、好きです。女子会行けなかったからまた開いて。分かったよ。充電が来た。 20% だって。覚えて、だって元木さん、元木くん。じゃあコメントいっぱいしてね。ファン見けんかったからライブこそは。分かった、りえちゃん寝るね、おやすみ。ありがとう、ごめんね、夜遅かったよね。やっぱありがとう、見てくれて。おやすみ。アイシャドウ何使ってる？アイシャドウはエクセル使ってる、ずっと。なんか今日ほくろ濃い気がする、気のせい。今日ほくろ描いた、ほくろにほくろ描いた。今日は松屋活動してきた。お、えらいね。美味しかった？唇プルプル。ほんと？グロス塗ったからかな。充電しないとまた途中で切れちゃうよ。分かった、あと 20% だから。ドーナツ美味しかった、めっちゃ。インスタ1日に30分制限かけてるんだけど、それ全部リエの配信に消える幸せ。ごめんね。毎晩目死んでる感じが好き。目死んでる？生き返らせれば。じゃ、下向いてるから死んでんだよね。こうやってやってこうすれば多分生きてる。普通のか、普通の目の見開き方でこう。嘘。ちょっとした、ごめん、黙れば。じゃんけん、グー、チョキ、パー、チョキ、はい、あっち見て、ほい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 、はい、負けー。バイトしてたんだけど、1ヶ月で2日しか休みない。そんなシフト入れたん？りえちゃんのインスタライブ始まったから寝るのやめたって。なあ、りえ、愛してるだって。ありがとう。本当に？愛してるって言われるのがすごい嬉しいけど。なんか怖いんだけど、なんで？なんで？怖くないよ。ダメや、読まれないよ。読んだよ。アイコン変えてくれたんでしょ？りえちゃんの顔ずっと見られるって。みずき。じゃんけんの秘訣は何ですか？じゃんけんの秘訣は相手が出しそうなじゃんけんを予想することです。大体の人はね、最初はグーじゃんけんっぽいでグー出すからね。だからパー出すとかね。りえちゃんコメント読んで、読んだよ。まあ、いいか。ほんと愛してるんだけどって。翔太、ラップの良さってどんなところ？なんか気持ちがストレートに伝わってくることかな、歌詞が。 DM いつもすぐ読んでくれてありがとうね。私も気づいてるよ、気づいてるよ。あの、今あのね、本当に反映されるのとされないのが本当にね、ランダムすぎるんだよね。りえちゃんな、読んで、だって読んだよ。好き、だって嬉しい。ジャンキー私超弱いから今度一緒にやろう、爆笑。いいよ、やろう。DM 毎日送って。いや、いいよ全然。なんで？迷惑だと思わない方がいいよ。でそういうので迷惑と思わないから。お尻リエちゃん素敵でしょって画像を見せたら、綺麗な人だねって言ってくれて嬉しい。可愛すぎてスクショが止まらない。いいよ、スクショはしなくて。27日何ポーズでチェキ取るかずっと考えてる。かわいいだね。見えてるよ。AT5 さん。やっぴょー、やっぴょー、サビナ。高3なのに勉強できないからライブ見る、ありがとう。私も見てるんだよ。鍵アカは見れない？見えてるよ、今。コメントって届いてるんかな？今の届いた。今日コメントダメな日だわ。大丈夫だよ。見たよ。一生気づかれなくて泣いてる。ごめん。カレンって言ってください。カレン。今日も顔面が偉い。あ、くるみだ。ボニーで好き？
ありがとう。配信終わった後の DM 送るのが本当に楽しい。ねえ、シリが喋ったらシリ発動された。やめて、怖いから。ホラーじゃん、それ。ねえ、この間ね、お風呂入ってたらさ、いきなりね、黄色いワンピースっていうシリが、いきなり、作動した。めっちゃ怖くない？黄色いワンピースで、黄色いワンピース。誰？ってなった。いや、さすがに目の前に黄色いワンピースを着てる人が現れたら、それはまあ、性癖に刺さるかもしれないけど、お風呂場で黄色いワンピースってめっちゃ怖くない？うん。音聞けないの？鍵。寝落ちしちゃいそう。寝なさい。家の Wi-Fi クソすぎてめっちゃ止まるんやわ。おぉ。ダメじゃん。寝落ち しちゃいそうだったらリアルしないけど。子守歌じゃ歌うわ。ポーズ考えたんだけど、ファンミの時指切りしたかったのにできなかったらしいな。あー、指切りね。指切りしたいね。りーちゃん、りーちゃん、好きやと吉野家どっちが好き？どっちも好き。選べねえ。ごめん。でも松屋が好きなんだよね。松屋の豚汁が好き。キムチと豚汁が。怖い話やめて。怖い怖い。ごめんごめん。りー、気づいてる、気づいてる、あやの。おめえ、おいらの姿が見えるのけ？今見えたよ。くにさん。ね、今お風呂入ってるか？ごめんごめん。ごめん。ごめんって、ごめんって、マジで。それわかる、気持ちわかるからごめん。今日辛いことあったらどうしたの？わかった、黄色いワンピース着て。疑似添い寝したいよ。今日は疑似添い寝しな、暑いから。じらしていくわ。反映されろ、今された。うん。子守歌を寝しやす、何がいい？何歌ってほしい？お腹が好きだ、え？今お腹出してないけど。ケンケンパ。リエちゃんインスタライブ来んの遅れた。記録終わらんくて頭おかしくなってきたから、マジでリエちゃんの顔を見れてよかった。頑張るねって。お疲れ。シャメとチェキどっちが好き？え、チェキかな。チェキの方が喋れる時間長いでしょ。あ、いいです。コスメとかリエちゃんのまねっこしたいんだけど、いいかな。いいよ。前髪切ってないけど今日なんか巻きすぎた。めっちゃなんかアホ毛やばいし、鼻かゆいし。眠たいの？ね、髪の毛一束ピョンって出てるよね。27日にリエちゃんに会ってオーディション頑張ることにしたよ。言ってたやつか、昨日。頑張ってね。グリングリンチョリン、パリンパリンサリン、チョリンチョリンパリングリングリンパリンチョリン。ん？なんだっけ？グリーン、パリン、チョリン？マジで反映されないからイライラしてコメントしちゃってるんですけど、早く寝たいです。ねえ、反映されてるって読んでるのにさ、この人、ちょっと。読んでるよ。渡部デラックスさん。渡部デラックスさん。デリュックスさん。はい、プリンセスって言われたんだけど。いつから姫になったのに、全然そういうのじゃないから。プリンセスじゃないから全然。はい、プリンセス。ハワイユーってめっちゃ面白い。いや、そういうのじゃないから。萌子って言ってほしい。3月のイベントで撮ったチェキ帰り道をどうしたの？じゃあまた撮りにおいで。いや、乙姫だったかもしれないけどさ、非リア充の乙姫だからね、リエ。最近毎日配信するね。あ、分かってない人多いんかな？説明してあげて。リエちゃんに朝起こしてもらいたい、起こしてあげる。でもリエ、起こしてもらわないと起きれないタイプかもしれん。え？明日も仕事頑張るね、おやすみ。だって、おやすみ。ありがとう、見てくれて。今日はちゃんとコメント読んでるよ。ちゃんと流れてるやつ。乙姫リエタに会いたいと。もう反映されてないからうんこ送る。やめろってそのそれ、読ませるなよ。
乙姫か乙姫かと思ったら違うよ。トイレに流れてる乙姫じゃないからさ。ちゃんと浦島太郎の乙姫だからね。明日こそちゃんと頑固頑張り、おやすみなさい。おやすみ。見てくれてありがとう。27日のライブまでインスタライブしてくれるらしいです。そうなの、ありがとうね、説明してくれて。27日のワンマンライブまで嬉しい、ありがとう。ねえ、うんことか言わないで、そういうコメント読んじゃうからさ。ちゃんといろん、ちゃんとどんのこ、どんな言葉でも読むからさ、うんことか言っちゃいけないって。うんこって何回も言わせないでくれる？全然いいけど。本当に勉強する気でないんだけど、しなくていいかな。しなくていいよ、勉強は。しろって言ってくる人の方が多いでしょ、だって。寝落ちしそう。ダメだよ。いいよ。寝なさい。乙姫じゃない。ボイパ聞きたい、絶対やだ。それさ、前のくだりじゃない。ねえ。めっちゃうんこ言うやん、爆笑。いや、うんこって言わせてんの誰って話。マジで。マジでやめろって。そういうの良くないから、うんことかさ。書き込むのやめたって、やめて。一応アイドルなんだから、そういうのやめてよ。そういうの良くないって。え？おす、おら、浦島太郎、おめがおらなった夢か。反映されてるかわかんないけど、反映されてるよ。あいつ伝えていく、ありがとうね。声ワントーン上げなきゃじゃん？オッケー、ワントーン上げれば。やっほー！みんな、夜遅いけど、今日も頑張っていこうね。そういうことじゃないんだよね。そういうことじゃないんだよね。りえちゃん可愛すぎて寝られない、寝たいのにって、ごめんって。寝ていいよ。だって疲れてるでしょ？リエッピ、リエチョ、リエタン、リエリエ、リータン、誰かリータン。え？違う？でも好きじゃん、リエ、うんこ、やめてくれる？そういうのじゃないから。ちょっとやめて、ほんとに。リエちゃんのインスタライブが時計代わりでありがとうね。あと27日まで、あと4日だけど、みんな。発見したの？リエちゃん見えてるよ。絵文字かわいい。キシューってしてるやつ。アイドル感しないリエちゃんがいい、好き。だからといってうんこって言わせるのよくないと思うよ。もういい？もうしつこい？もううんこしつこい？もう言わないわ。し、だからうんこうんこうんこじゃないから。やめてもらっていい、本当に。マジで。そろそろ、怒るよ、マジで。何時までやる？今日遅いから1時までにしようかな。いや、ほんと小学生かだよね、ほんとにさ。そういうとこが好きだよ、みんなの。好きな、好きって言ってる人に対して、うんこって言わせるあたり。ねえ、りえちゃん、君の知らない物語カラオケで踊ってた動画見て、やだ。どうしたい、言ってごらん。発見したり忘れられないしなきゃ。おー、偉いね。とか言って読んでいくりえちゃんが調整。発見した、偉いね。待って待って待って、これすごいセンスあるようで全然ないんだけど。う、丸、うんこ、うんこ。それもう隠せてないから、まるで。で、ほんと小6男子の会話になるからやめよう。ほら、人数減っちゃうからやめよう。りえちゃん、世界一のアイドルって自慢するの最近の趣味、ありがとう。早く会いたいよね。カジバのバカ力とかキュウソ猫をかむって見せていったるんかこら。りえちゃん歌声が好きだし、やばい、あと 10%。 りえちゃんの声ずっと聞いていたい。お待たせ、俺だよ、アイラン。道徳大事まい、そう、道徳が大事だから、ちゃんと。リエチと取った時期をお財布に入れてる。お、嬉しい。みんなうんこ言ったらどっか行っちゃったんちゃう？うんこ言ったらあかんで、だからうんこ言わせないで、ほんとにさ。
さっきギリギャル聞いてた、ありがとう。りえちゃんの君しら聞いたら涙良すぎて涙出てきた、撫でて。よしよし。りえちゃんの配信、あ、さっき毎日来てるってコメント言ってくれてたよね、ありがとね。今飲んでるんだ。お、使いは気をつけろ。職場で練り目流して気持ち作ってる、ありがとね。コメント配信されてるよ。結構白のアイライン好きだったよ、本当に。で、キュウソネコカムって意味どういう意味なのわかんない。ダメとの完売しませんようにしないよ。ギリギャル、あなたの満点になれない、どこいじっても何やってもなれない、なれない。りえちゃんの声聞いてると寝ちゃいそう、寝ていいんだからね。りえちゃんコメント読んでくれてありがとう。寝るね、だおやすみ。りえちゃん今日おやすみ、もう無理。みちゃんおやすみ、ありがとう、来てくれて。白マイブームだね。その歌ギリギャルっていうの、そうだよ。りえの、りえが YouTube に載ってるよ、りえ歌ってるから。お歌練習とかしたって、練習っていうか、そうだね、でも結構歌い続けてるかな。ごめん、めっちゃしつこいです、ごめんなさい。なんでよ、絶対彼女も申し訳ない、聖子ちゃんに。友達に勧められて見に行きました、可愛いですね、ありがとう。マジさん、27日のライブの前、学校でタコ戦作るんだけど、タコ戦臭かったらごめんね。全然いいよ。つらい、どうした。ならこのままいなくなっちゃおうかな、あなたのために消えてもいいよ、なんちゃって。27日大好きなの曲やるかな。何が好きなの。明日6時半に起こし、いや起こしたい。りえちゃんのインスタに載ってた白のコンバス買おうか迷ってるの。え、あれ可愛いよな。りえちゃんの歌ってるエブリタイムめちゃくちゃ好き。キュウソ猫を噛むっていうのは朝起きたらいいことがあったって意味だよ。嘘だよ。ちょっとりえちゃんの声不況してる毎日ありがとう。りえちゃんの声でおやすみ、助けてくれ、どうした。あ、さっき言ってたもんね、勉強してて。その歌が好き、本当。今日もインスタライブでリエチェなのか、1時間前とありがとう。ちょっと待って、10年期、ちょっとさすがに10年期さすわ。できな、できた。反映されない、反映されたよ今。リエちゃんのチェキ撮るときいつも緊張したら面白くなっちゃう。嬉しいよ、リエに会って。早くレモンサワー、早くレモンサワーで乾杯してくれ、したい。レモンサワー飲みたいね。ハーフなの全然分からなかった、よく言われるよ。だからあんま自分からハーフって言わないようにしてんねんね。ピアス一つしか開いてないの、左耳、そうだよ。リエちゃんの歌声好き、ありがとう。
今日全然反映されなくて泣きそう。久々にリエちゃんに会いたいわ。おいで。なかなか反映されてない。反映されてるよ。反映されないよ。反映されてるよ。ネズミも追い込むと猫に噛みつく意味。おー、すごいね。意味が深いな。なんか充電できたりできなかったりするんだけど。リエちゃんと離れたくないから iPhone を持ったままお風呂行く。かわいい。ちょっと待って、充電ができないんだけど。もういいよ。充電切れたらごめんね、みんな。もう諦めた。反映されてるよ。大丈夫。27日行けないんだけど頑張って行けるよ。頑張ろう。北海道土産何がいい？リエにあげたいものだったら何でもいいよ。嬉しい。ライブ中勝手に目が当たって勘違いしてもいいよ。充電できないんだもんだって。今日全然構ってくれないじゃん。構ってよ。カマチョなの。かわいいですね。寝ようと思ってたけど、リエちゃんの声癒せるから起きとる。ありがとう。リエターの大丈夫が。インスタライブがきっかけでリエちゃん知りました。出会えてよかったです。お金貯めたいに行きます。ありがとうね。なんか会いに来ようとしてくれてるの、ほんとありがとう。好きな食べ物何あげないけどって。くれないんか。くれないんか。ちょっと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 待ってちょっと待ってちょっと待って、まあさすがに10年切れそう。切れそう。できたかな。できた。スクワットしたら偉いね。例えば君の顔に昔よりシワが増えても、それで好きって言ってんじゃん。分かってるよ。見たよ。今日コメント読んでくれるね。27日はリフトおたけみたいな。そうなの。いや、勉強頑張って。この間辛ラーメンにポッカレモンぶちまけて食ったのうまかったね。うまいでしょ。ケツだけ成人みたいな T シャツ欲しい。それリーも欲しいわ。今日初めて来たけど、なんでこんなに読んでくれるの。ひょっとして量も、まあ僕は違うんだけど、マジブー。それはブー。嘘だよ。なんかライト当ててる。当ててるよ。暗いんだよね、家が。パイトミ好きすぎて毎日聞いて、ありがとう。私の推し男、他メンバーの推しばっかり構うの。リエちゃんみたいに自分に興味ある人しか興味ないっていう、かっこよしになってほしい。それはじゃあもうその推しに言ってやんな。リエは自分に興味ある人しか興味ないからね。見えてる？見えてないよね。見えてるよ。リエのおかげで今日も生きれた。クソ社会を。お疲れ。腹筋どれぐらいしてる？あのね、してない、リハーサルしてない日とかは、リハーサルしてない日とかは、やべえと思って腹筋するようにはしてるけどね。芝さんもリフトあげたい。それめっちゃ大変じゃない？芝さん、リフトにあげんの。頑張るね。27はアメリカ人と行く。ありがとう。27日行くね。初めて。ありがとうね。一人で来てくれんのかな？コメント読んでほしい。筋トレ昨日から干されまくってるんだけど。うっそ、干してる？昨日もコメントだって見かけたよ。リエ読んでなかったかな。
27日楽しみありがとう。インスタに載ってた白いパンツどこのですか？エメフィール。27まで頑張ろうね、みんな。1時までだからね、今日は。みんなも疲れちゃうし、眠いだろうから。嘘だよ、リエちゃん賞味一番好きよ。言ったからね。言ったかんな。自分の発言には責任持てよ。嘘だよ。27まで頑張ろうね。リ、こういうこと言うからさ、怖いって言われるんだろうな。なんか。どうせコメント読んでくれないんですよね。読んだよ、今。どうしたの ?272。芝さんからフォロー返ってくると思ってなくてびっくりぽ。返ってきた。りえちゃんは学生時代どんな子でしたか？金子りえでした。一番も何も比べるものないぐらい好き。いいね、その感性。顔近い？じゃあ話す？話したら話したらなんか髪の毛飛び出てるんだもん。ボサボサだしさ。今度イベント行ってみたらおいで。え、私りえちゃんのそういうとこが好き。ありがとう。正味本当に好きだぜ。好きだぜって。関西の方かな。鏡を鏡、この世で一番可愛いのは金子りえ。鏡を鏡、りえちゃんはどんな女の子がタイプですか？うん、なんか別にタイプっていうタイプないかもしれないわ。あるけど、うん、でもなんか自分に自信がない子が好きかもしれない。自分に自信がないけど、でも可愛くなるために努力してる子とかかな。あとはなんか単純にリエのことを好きって言ってくれる人がタイプ。リエのことが好きで、リエに会いに行くためになんかメイクとか洋服選んだり頑張ってくれてる人がタイプ。これは、あの、男の人も女の人も同じ。レディービビブルーの MV を見て虜になりました。ありがとう。リエちゃんね、リエちゃんなーに。夜にリエちゃんのインスタライブあると思うと学校マジで頑張れる。嬉しい。ブルース、ブルース知ってるの珍しいね。あまりブルース知ってる人少ないんだけどね。螺旋の階段を登っていく瞬間の分かってる I love you baby。 リエちゃんのこと大好きなんです。タイプだと思っちゃっていいですか？いいよ。もし私がファンになったらどうしますか？嬉しいよ。もちろん。それは一押ししてほしいってことかな。もうすぐ1時だね。あと4分だね。りえちゃんに似合うか、私リップ買ったの。楽しみに待った子は。ファン見の時髪の毛巻いてて褒めてくれたの、本当嬉しかった。読まれないと思って打ったコメントが読まれたの。ブルース大好き。嬉しい。ロストも好きなの？おやすみ、とも。ありがとう。金髪にしてほしいです。リエ、現場不足おいで。これからもっともっと応援する。ありがとう。歌ってくれてありがとう。いや、ブルースはいい歌だよね。疲れた？お疲れ。なんかリエが好きなところはね、待って。自慢じゃないけど時間がないのよってところ、わかってる I love you baby も好き。りえちゃん寝るね、おやすみ。あと3分、あと3分。眠いけど眠気飛んだ。インスタライブ見るために好きが増す。ありがとう。なんかインスタライブ見るたび好きって言ってくれるのって、喋ってるところもさ、いいって言ってくれてるってことかな。それは嬉しいね。寝るね、おやすみ、ありがとね。準備準備。あとちょっとだね。リーチ今から何するの？もうね、お風呂入るよ。明日もするからさ。今日もおやすみありがとう。
明日も見に来る。この ID 覚えてね。分かったよ、あさちゃん。りえちゃんソロで CD とか出さない。 CD は出してないけど YouTube にならソロいっぱい載ってるよ。面白いしね。性格が好き、それは嬉しい。マジでりえのファンの子はね、視点が鋭い。そういうとこだよ。中身を見てくれるからね、誇らしいわねえ。今日も読んでくれてありがとうって、存在が届いて、うん、今日のハイライトはうんこ、それは違う。明日もやるからね、いつ、あと残り4日間だからね。みんな見てくれてありがとう。コメント読まれなかったけど読んだよ今。ごめんね、反映されてなかったのかもしれない。アスパ、明日何時からインスタライブやりますか。明日は何時がいいかな。明日11時ぐらいにするか。みんな眠いもんね。りえちゃんぽやしみ、ぽやすみ。りえちゃんみたいな子が身近にいたら人生最高だったのに。なんか物理的に近くにはいれないかもしれないけど、物理的には無理だとは思うけど、でも近くにいるなって思えるような存在になるように頑張ってる途中経過今。明日も見よっと。ありがとうね、毎日見てくれてる人ありがとう。中身にはちゃんと案があるの。そうだよ、土曜日はギリギリやる。ライブ配信わかんない。土曜日って今曜日感覚ずれてるからさ。りえちゃんのことすごい近くに感じてる。なんか距離とかじゃないな、それと思ってくれてありがとう。明日5連か、5連かも。 DM 送りつけにありがとうね、待ってる。明日もどうかこの時間で。分かった。ということで、ありがとうございました。毎日配信頑張ってます。あと残り4日間です。残り4日間を過ぎたら毎日配信はもちろんやめます。だけどみんな、今日も見てくれてありがとうございました。心